ーボードピアノとか弾いてる川野です。よろしくお願いします。まあとにかく毎回違うステージで事件とまで言わないですけど、いろんなことが巻き起こるんでスリルがあって、まあ楽しいですし、あの緊張もしますし、でもまああの楽しく回ってます。その曲も言ってみれば、なんならもう全曲変わるかもしれないですし、あのなんて言うんだろう、やっぱり今までここ5本やってきて、やっぱり同じセットリストないですし、あのもうその日その日の緊張感と、その日その日の兄貴がこう今日はこれでやるぞみたいな、なんかもう毎回違うライブなんで、そのなんて言うんだろう、そのスリルを楽しんでもらいたいっていうか、多分 もしかしたら1回しか見れないかのかもしれないですけど、もうその日1回のものだと思いながら、あの見てほしいなと思います。僕のところは多分一番簡単だと思いますが、ピアノです。こういうありまして、こっちはこれはオルガンというもので、オルガンはいろんあっちにあるスピーカーにつながってるんですけど、これをあっちにあるのスピーカーなんですけど、ラッパが回るようになってて、ラッパを、まあ、トップラー効果っていうか、これがラッパが回ってない状態ですけど、この足を踏むとっていう効果が、だから演奏してみこういう効果を得たりしております。でこっちはパッドを弾いたり、ここがエレクトリックピアノ、僕のところは概ねこんな感じです、まあ、CD オリジナル音源聴いて、この曲はピアノだなと思えばピアノで、時によってこっちにもピアノの音が入ってるんで、両方オルガンと弾かなきゃいけない、あの両方弾かなきゃいけない時はこっちでピアノ弾いたりもするんですけど、基本的には CD オリジナル音源聴いて、それをまずリハーサルでやってみて、あの松吉さんがいやこれ全然ちょっと全然違うアプローチで行ってみようみたいな感じになると、こうなんかこう音使ってみようみたいになってやると、そういう音探して作ってみてっていう感じですね。で今回のツアーで採用されてるのはこんな感じの音色です。聴いてもらいたいっていうと、まあ全部ですけど、まあ、でもドア玉っすかね。ドア玉やっぱつかみとしては僕一人で伴奏してるんでドキドキです。でその後もやっぱ僕一人だけでっていうのもあるし、それはまあやっぱもう兄貴のこの辺を見ながら今歌うのか歌わないのか、もう普通に普通 の, コンあのアーティストのあれだと、まあ、決まったことを弾くんですけど、剛さんの場合は決まったことを歌わないのでその臨機応変に対応していくのがもうドキドキもので毎日やっております。人ごとのように週刊誌をめくる
分人生の隙間を出ておいたくなる。リボーン、リボーン、リボーン、人は何度でもリボーン、リボーン、リボーン、生まれ変われるさ。ありがとう。大好きです。これからもライブ続けてください。私今20歳なんですけど、なんか45年みんなと一緒にって言ってたんですけど、私は20年間一緒に過ごしたんで生まれた時から聞かせてます聞いてました。頑張ってください。応援してます。頑張ってください。もう本当なんか待ちに待ったライブ、本当に楽しかったです。ありがとうございます。最高です。はい、力もらいました。はい、赤ちゃんも元気になりなりでした。僕もまた生まれたら参戦します。はい、また3人で行きたいと思います。ずっと応援してます。最高でした。大阪おかわり。最高でした。たまらなかったもう強しの歌声、叫び、もうすべて、もうあのライブ全部が良かったです。やっぱ生じゃないと伝わらん迫力、観客との一体感とか、もう生きるエネルギーってものをすべてね感じれたかなと思います。僕の息子なんですけど、長渕剛さんからもらって、名前は剛です。初めてなんです。初めてなんですけど会場の熱でテンション上がります。今日のライブ最高でした。いつも助けてくれてありがとう。剛最高、ありがとう。ジージー、ジージー頑張っておめでとうやな、ジー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 剛さん、今日最高でした。ありがとう。たくさんの涙もらいました、うん、泣いちゃった。最高、剛最高、ありがとう、ありがとう。大阪最高、大阪最高、剛最高。